お隣にいる人を出てきてください。出てこないなら突入しちゃいますよ。うわ、角にいるのか。リロード。あらー、もう一人。うおぉ、M4 つえー。どもどもこんにちは、私です。今回は強化された M4 を使っていこうと思います。今回はカスタム紹介はしないのか？ M4 のカスタム詳しく紹介するとすごい大変だからね。とりあえず今はできるだけ性能がいいもので固めてるよ。強化されたみたいだから前とどれくらい変わるか見てみたい。こんな感じかな？いややっぱり M4 高いね。値段はやはり高くなるよな。まあ値段相応の性能ではあるはずだから。だいたい34万くらいか。本体は2万でメカニックから買えるからな。それじゃあ反動を軽く見ていこう。どうですかこれ、結構反動小さくて強そうじゃないですか。強化前に比べてやっぱり安定してるな。まあ強化前がどんな感じだったか忘れたけど、でもこれならすごいヘッドショットが狙いやすそうですね。それじゃあこれを使って PMC の頭をぶち抜いていきましょう。ってことで今回もリザーブに来ました。あ、ちょっとこの脇は初手キル狙えそう。来たね。さすがにホロサイト絶対か。だが1発は当たったし近に逃げそうじゃないか。なら私も機械へ行って迎え撃とう。とりあえず漁って待とうかな。今奥敵の床を踏む音が聞こえたね。もしかしたら上の兵舎かもしれないがな。まああそこで撃たれたら地下に逃げそうだし。よし、バック置いて様子見に行こうか。うわ、もうすぐそこまで来てたな。とりあえずここは挟まれるから移動。二人だから最初の見えた奴らだな。結構正面から戦ってくるタイプか。ちょっとここの隙間から撃ちたい。あ、もうおとなしくロックでもしておけばいいのに。そんな都合よく動いてくれないだろ。あ、今右に詰めてきてるね。相手の動きに合わせて。オッケー、二人目も。ここはもう一度。オッケー。相手が UMP でもうほぼ弾がなかったから二度目飛び出したんだな。60連の強みだよね。UMP じゃ少し撃ちすぎただけでこうなるよ。だから回復数戦でこの継戦能力はありがたいね。おお、誰か電源部屋の通路走ってるね。これ相手こっちと同じ M4 だな。マジかそれは怖いな。ちょっとライト眩しい。今右奥で足落としたね。電源部屋付近とかか？それなら詰めやすいから助かる。あれ？奥の方に逃げていった？オフィス側から車線を通す気かもな。ならしっかり確認してから電源部屋に詰めてこう。やばい。しっかり見られてたな。綺麗に頭一個出しで見られてて気づくのが遅れた。うお、電源部屋のやつと奥のやつは別だったか。これまた行だな。さすがにすぐここに詰めては来ないよね。うわ、インパクトグレだな。これは厄介な。回復音で釣ってみようか。来た。あれ、電源部屋通路で走ってただけみたいだな。めっちゃ詰めてくるような音に聞こえた。ちょっと誘ってみて反応なかったら回り込んでみよう。
うーん、反応ないね。多分そこの左でロックしてるだろうな。うん、それなら回り込んでみて様子を見ていこう。あ、やっぱり動いてロックしてくるよね。さすがにここを詰めるのは勇気がいるな。そうだね、まあ動いてくれたし元の場所から詰めようかな。お、怖い怖い。そっちから詰めてくるの？なかなか大胆な動きをしてくるな。そこの通路普通に渡りきれなかったら危ないだろうに。よし、もう一人も動かないみたいだし、サクッと通路の人やっちゃおう。やっぱりそこね。は、やられたな。マジか。さっきしばらく動かなかったのって私がここに来るのを待ってたのか。あ、でも左の人逃げたし大丈夫そう。あ、左の人が通路で動けなくなったのを助けたかったのかな。なんかそうっぽいね。挟まれて死ぬかと思ったけど、倒しに来てるわけじゃなかったね。あ、いや一人詰めてきてる。ここは走り抜けてサクテッと有利壁取ろう。そこね。オッケー。ふう、とりあえず敵の位置を知りたいから少しずつクリアリングしていこう。よし、ここら辺にいないならしばらくは敵も来なさそう。卵目だな。ちょっとお腹が減ってしまって戦えないので、何かないですかね。まあここは食料クレートたくさんあるし出てくるだろう。うーん、おかしか。あ、こんなところにエナドリが。そこまで回復しないが、あと一人だし行けるか。よし、それじゃ戦いに行きましょう。お、足音、階段の機能とかな？うわ？思ったより奥だったな。うーん、ここはグレで一度場所変えて戦いたい。あ、やばいやばい、早くしまって。なんかグレの音で詰めてくる感じなかったな。これ脱出ピークしそう。私はここですよ。なんか。ジャンプピークを失敗してたね。まあ、勝ちは勝ちですから、とりあえず周りクリアリングしてから漁ろうかな。ってことで安全なので漁っていきましょう。なかなかいい装備だな。なんか前期より装備レベルが上がるの早い気がする。まあ前期は年末ワイプだったから新規が多かったんだろ。確かに。あ、そういえば私デカバッグ持ってきてたんだった。こっちの人も良い装備。そういえば今期追加のこのアーマー使わないけどなんでだ？あ、安めで強そうだけどね。材質か？それもあるけど重いからな。そういえば今期重量制限がきついからな。そうそう。よし、結構美味しいね。タギラアーマーにタックテックあるからな。今回デカバッグ持ってきててよかったよ。なんか罵られてるな。これレーダーかな？でもさっきまで湧いてる感じなかったんだけど。それになぜか視認されてないのに詰めてきてるな。うん、PMC かもな。あ、来てる。うわ、これ PMC やんけ。しかもすごい戦闘に自信があるのか強気だな。とりあえず注射だけでも刺しときたい。あ、しかもこれパーティーか。そんなゴリゴリ来る？集中、ヘッショ狙えばいける。逃げろ、いや背中を撃たれる。
オッケー、うん、有利壁だったから勝てたな。いや階段で勝負しなくてよかった。それともうさすがに終わりか。今回はジオによく合うな。タルコフで一番強いのはジオだからね。生き残れてよかった。当たる前に一応アーマー交換しとこうかな。結構削られてたんだな。いや ACPC やっぱり硬くて容量多くてマジ好き。そういえばこの前エンチェ PMC30 キル終わらせてたな。これからリザーブ来るときは ACPC になるだろうね。その前にちゃんと RR 買えよ。いやちょっと買うもの多くてお金が。まあスタンダードエディションだから倉庫やばいしな。とりあえずシックケース4個は欲しいな。それならちゃんと金策してもらって。はい。それでお楽しみのアサリタイム。うわ、ものすごいガチ装備だな。しかも MK もあるよ。バグってるけど。なんでそうなったって感じだが。まあ気にしたら負けだね。お、こっちの人は私がこの前出した MP7AH じゃないですか。ずっと A2 って言ってたやつな。いや。はい、すみません。よし、全部詰め込めれたね。それじゃああとは帰るだけだな。そうだね、で間違いないことを祈りながら帰ります。ポチってことで無事帰宅。今回はちょっと前に強化された M4 を使いました。体感前より安定していてめっちゃ使いやすくて強いので、よければ皆さんも使ってみてください。それじゃあ今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でー。